皆さんこんにちは、トミーです。今回の動画は、今世界中で問題となっているコロナウイルスによって、海外に住んでいる、日本人、アジア人ですねが受ける、差別的な問題について少し話していきたいと思います。なぜ僕がこの動画を撮ろうかと思った理由は、先日、動画を撮る前日の、昨日、僕が買い物から帰る最中にこの町の中学校かな、中学校の隣を通って帰ってたんですね。でその最中に、子供たちから、すごい冷ややかな目といいますか、冷たい目で見られて、横を通り過ぎる時にコロナコロナコロナウイルスと言われ、ましてやこうすれ違う最中に身を引かれるというか、そういう経験を昨日しました。僕はそれだけで良かったんですが、まあ、傷つきます。もちろん結構ショックな面があるので、ましてや生まれて初めてそういう経験を、まあ、人種差別じゃないですけど差別的な行為を目の当たりにするというか、自分が受けることになると思ってなかったので、なので、まあ傷つきましたね。で、僕はそうやって身を引かれるだけで良かったんですが、やっぱり世界中でいろんな日本人やアジア人がやっぱりそういう差別的な行動を起こされてるという話はよく聞きます。例えば今ロシアで働いてる日本人のバレエダンサーの方は、固く握られた雪玉を、背中に投げられるといった被害にも会われてますし、ドイツだとスーパーで買い物をしてお支払いをし終わった後にお釣りが返ってくる時だったらしいんですが、直接渡してもらえずにこう投げられるというか、で挙句の果てにその方がそのお会計が終わって次の方の番になる前に店員さんは手に消毒スプレーをかけておもむろに差別というか、ましてや多分海外にいる人たちのほとんど、まあ観光客はまた別なんですが、現地にもう長く住んでる方々にとっては、ウイルスが蔓延している場所に滞在してなかったりとか、ウイルスが蔓延する前から、現地に住まわれてる方々が多分こういう思いをする人が多いと思います。ニューヨークだったりとか地下鉄の中で、中国人が中国に帰れと言われたりすることもあったりとか、他の国ではアジア人が道を歩いている最中にその国の方に胸ぐらをつかまれて国に帰ると言われる事件もあったりして、まあ、その胸ぐらをつかんだ人はその後後に逮捕されたんですが、やっぱそういう経験を各国の現地に住んでるアジア人の方々が結構被害に遭ってるということがあります。で、これから海外、まあ、この時期はあれなんですけど、まあ、これから数ヶ月の間に日本から国外に出られる方々はそういう差別的な行動をされるという覚悟を持って行く必要があると思います。で、まあ、僕も、まあ、ちっちゃい些細なことですがやっぱ傷ついたりしたので、僕自身はウイルスにかかってないし、ウイルスが入る前からこのブルガリアにいるので元気だよというアピールをしながらこの街でこれからも過ごしていきたいと思います。で、やっぱりそういうウイルスを持ってないっていうアピールも僕らもしていかなきゃいけないと思いますし、街中で暗くうつむいて歩いてるっていう人よりもやっぱり笑顔で街中を堂々と歩いて、まあ、そういう差別的な行動をされても、いや僕はウイルスじゃないよとアピールしていけたらなと思ってます。もう本当に昨日の今日の出来事で動画の準備とかも他にしてたんですが、ちょっとこういうことも経験しましたし、他の国に住んでる現地のアジア人、まあ、日本人に大丈夫だよと堂々と、ウイルスを持ってないよと人としての誇りプライドを持ってこういう差別的な問題に立ち向かう強い心を持って、普段の生活を送れば大丈夫じゃないかなと思います。もしそういう差別的な行動だったり侮辱的な言葉を浴びせられたり、
まあ、もちろん暴力がもっと問題になると思うんですが、そういうことを受けた際には各国にあるその母国の大使館にすぐに連絡をされるといいと思います。僕も先ほどブルガリア大使館にこういう被害がありましたということを連絡して、まあ、直接連絡してすぐ何か変わるとは思わないんですが、そういう一つ一つの積み重ねが、まあ、ウイルスの根本をなくすわけではないんですが、そういうウイルスから発生しているそういう差別的な問題を減らすことにつながると思うので、もしそういう被害に遭われた方は大使館の方に連絡したらいいと思います。と、まあちょっと暗い話になったんですが、僕は元気なのでこれからも、毎日しっかり踊って舞台がある日は、ステージ上で元気な姿をお客さんに見せたいと思います。次回はですね、先週の動画の続き、スイスの旅行のパート2になります。まあ随時動画を上げていく中で旅行の動画が続いちゃってるんで、まあ次回が旅行の動画最後かな、多分最後になると思います。それからまたいろんな動画になると思うので、まあ随時楽しみにしてください。以上で、この動画を終わります。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方は、チャンネル登録、高評価お願いします。また、ブログやインスタグラムもしていますので、そちらもチェックしていただけると嬉しいです。では。